はい、お疲れ様です。チャンネルリョウでございます。なんと来ました、見てください、これ。でで見えます？ J トリップのメンテナンススタンドゲーと、ちょっと今座ってるんですけども、メンテナンス用のですね、この、はい、これも来ましたので、ちょっとご紹介も合わせて一緒にしていきたいなと思います。で、今日何やるかというとですね、チェーン仕込み、チェーンをきれいにして、チェーンをきれいにするだけの動画です。ほんと垂れ流しに近い感じなんで、まあ、お暇な時にぜひ見てみてください。で、まず、ハンドルなんですけれども、これはこっちから見た方がいいかな。はい、ハンドルをまず左に1回切ります。フロントブレーキですね、を固定します。もしあればタイラップとか専用の固定する機器もなんか700円ぐらいで売ってるので、買った方がいいと思います。まあ、僕はちょっと面倒くさいんで、とりあえずいつも使ってる紐でガチガチになります。要は前輪をロックするってやつですね。よいしょ。まあ、こんな感じで結構ガチガチに、はい、やります。忍者線がマフラーが特殊なので、こんな感じで、マフラーの形状が2本出しで、しかも結構太くスイングアームによって出てるんですね。こんな感じかな。はい、なので大体普通スーパースポーツとかになってくると、ここにメンテナンス用のボルトというかフックをつけてるんですけども、なので、V 型のウケっていうのを使ってるんですけど、平らなウケのやつを使ってます。はい、で、挙動はっていうと、ここがぐるぐる360度回るようになっておりまして、まあ、基本的にはここで高さを変えて、こちらでフックの部分を固定する形ですね。割と結構ざっくりなんですけど、間違ってたらすいませんね。あ、J トリップさんも動画でアップされてるので、よかったらそっち見てください。ほんで、はい、ブレーキ OK で、次スタンドを外さないといけません。大体ナンバープレートぐらいまで立ちまして、で、バイクが真ん中、これ以上奥にやると倒れるっていうところまで持っていって、直立させます。で、メンテナンススタンドを、それでバイクのスタンドを外します。あとはスタンドを蹴り込むだけなんですけど、これだと多分やばいので、はい、こんな感じでございます。はい、はい、ではスタンドが
回りましたので、あ、そうか、これこんな感じでコーリングが行きましたので、ではチェンジコやっていこうと思います。はい、アストロプロダクトさんのローラーシートゲットしました。結構良くて、まあね、まあくるくる回るのは当たり前なんですけど、本物がね、簡単な本とか用具とかこんなんとかですね、はい、足元に置いておきます。もう外したパーツの簡単なものであればここに置いておける。で、当然上下にしますんで、非常に腰悪いぐらいに関しては結構いいと思います。はい、結構すすがついてますね。カーボンって言った方がいいかな。今回はアマゾンで普通にセットで売ってる、はい、チェーンクリーナーセットを使いたいと思います。オイルはすいません、本当はヤマハが良かったんですけど、はい、AZ さんのチェーンルームを使います。楽だ。すげえ楽。今まで恥ずかしいことにですね、スタンドというものを持ってなくて、チェーン仕込するときにですね、毎回押して止めて、ちょっと磨いて、でまた押して、わけわからんぐらい駐車場をぐるぐる回ってたっていう、多分あるあるだと思うんですけど。ようやくチェーンもこんなに簡単なの。すごいっすね。これってどこまで振りかけていいんですかね。まあ、いけるか。そして行こうと思います。普通こういうやつって先っちょ穴開いてるんじゃないですかね。なんか思いっきりそう閉じてまして、ちょっと待って、マジでこのまま垂らすの？マジか、ほんまか、こんな、マジでダダゴールやねん。鉄器なんだ、不良品？何があるか、だるいな、何か。これはでもやばくない？どう考えても効率が。
で、いらない油は切りましょうということで、まあ、一旦はこれで OK かな。はい、ということで今回はまったりチェーン思考バイクメンテナンスでした。で、スタンド外すのを戻すときは、まあ、例のごとく最初にあったハンドルブレーキ、フロントブレーキのロックを解除しますと。はい、スタンドを立てましょう。はい、このローラーのところですね、ローラーのところに足を置いて、このまま前に、はい、おしまい。超簡単でしょ。はい、ということで今回はジェイトリップさんのメンテナンススタンドを使ったチェーン思考でした。まあ最初はね、正直ビビりながらこれ上げてたんですけど、慣れたら簡単かなっていう感じですね。で、価格でいうとこれやっぱ1万弱ぐらいしまして、まあ1万3千円ぐらいであなたのバイクメンテナンスがピット作業に変わるっていう。はい、まあ、他社さんで、5000円しないぐらいで、こっちに当ててジャッキみたいに上げれるものがあると思うんですけど、あれはね、手軽で僕はいいと思うんで、まあ本格的にちょっとバイクをいじるというか、うん、いや、もう関係ないですね。とにかくかっこいい、ただのメンテナンスがいきなりピットになる感じ、めちゃくちゃ、なんやろ、バイクのメンテナンスのモチベーションを上げてくれるっていう意味でも、まあ、多少値段張りますけども、まあ、言うて5000円ぐらいの買うか、まあ、1万円ぐらいの買うかっていうと、そんなに1年2年通してみたらあんま変わらないじゃないですか。一応国産の安心安全世界のジェイトリップさんの溶接であり工具なんで、まあ長持ちしてくれると僕は思っております。当然ね、プロの、バイク屋さんもメンテナンスで使ってらっしゃるので、本当に見てくれもいいし、うん、整備性も。で、何よりね、これ上げるの慣れたらめっちゃ簡単なんで、よかったらジェイトリップさん使ってみてください。手順がちょっとよくわかんないですけど、まあ、チェーン思考も終わりまして、まあ、早速ちょっとテスト走行していきたいなと思います。で、またですね、ほんで、またちょくちょく、うん、よかったら、一緒に整備の入門を僕と一緒にやっていきませんかと。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。動画良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。バイバイ。